今回の動画、スキップせずにちゃんときちんと見ていただくと、物事への考え方はマジで変わります。本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、今回はピンマイクに Z フォールド4片手に話をしている、ちょっと不思議な光景ですよね。はい、これアミティ先生がですね、以前やってたんですが、 YouTube と Voicy の収録を今日同時にやっています。 Voicy は YouTube のようにカット割りというのができないので、ミスれない、噛めないわけですよね。ゲップもできへん。なのでノンストップで今日は頑張りたいと思います。普段ですね、 YouTube を見ていただいている方はぜひ Voicy の方をフォローしてください。 Voicy から僕のことを知った方はですね、ぜひ動画でも今日の分配信していますので、 YouTube チェックしてくれると嬉しいです。さて、先日のイベントでついに発売が決定しました iPhone15 ですね。 YouTube や X（Twitter）を見てもちょっとした今お祭り騒ぎになっていますよね。ザ・お父さんの秘密基地でも、気がつけば手帳術だけではなく iPad とか iPhone などの周辺機器紹介したり、またまあおすすめアプリ紹介するようになったり、そういった動画から僕のことを知ってチャンネルの存在を知った方も多いかと思います。なのでザ・お父さんの秘密基地でも、もちろん iPhone15 をテーマにお話を今日していければなと思っているんですが、他の方とは違った、全く違った視点でお話をしていきたいと思います。今回の動画、スキップせずにちゃんときちんと見ていただくと、物事への考え方はマジで変わります。というわけで本日の企画はこちら、Way of thinking about things、 欲しいの、必要なの、 iPhone15 から考える物事の考え方。では K 自分 iPhone15 買うのかどうなのってとこなんですけども、先に言っときます、僕は iPhone15 は今回買いません。無印も買わないです。なぜならば今の生活に全く必要がないからなんですね。ただね、めっちゃ欲しい、めちゃめちゃ欲しい、お金が、ただお金があっても買わないね、必要じゃないから。今日はですね、この言葉の違いですね、なんとなく分かりましたか？そう、この欲しいのか必要なのか、英語で言うと I want なのか I need の考え方ですよね。大体のね、インフルエンサーさんとか配信されている方はやっぱりスペックの話がメインになりがちです。なんと言うんでしょう、このアップルのスペックの変化、アップデートというのはですね、もうアップルのホームページ見た方が早い、もうそれでわかるから、もうそれが一番わかりやすい、だってアップルがやってるから。個人的に大切にしているのは、このスペック、当たり前スペックもなんですが、その前の段階ですよね、欲しいのか必要なのかなんです。確かに今回って待望の USB-C が搭載されたり、カメラの望遠機能がめっちゃ良くなったり、まあ、材質も上がってきたりと、結果スペックってググッと上がってるんですが、みんなちょっと落ち着いてください。こんな話って毎年やってませんかっていう話なんですね。はい、アップルっていいも悪いもですよ、良いも悪いも展開が早いんですよ。前回かな、今年のこの夏前にあった WWDC のように、これからの子供たちの次世代がもう大きくこう生活が変わっていくような、 VR 関連の変化ですよね、発売による変化を感じる時もあるんですが、まあぶっちゃけそこまでワクワクせえへんケースってあるんです。個人的には iPhone3 とか4あたりが面白かった、本当に面白かったなと思います。だけどね、やっぱりアップルのこの素晴らしいプレゼン力とか、プロダクトデザインとか、もうホームページの作り込み、事前告知のプロモーションの仕方、いわゆるこのアップルブランド、これですよね。もうファンにとっては些細なちっちゃいワクワクなんですけども、ぶっちゃけはね、それがなぜかめちゃめちゃ面白そうにこう感じさせてくれるんですよね。これはもう仕事というか見せ方という点ではマジですごい、さすがに世界のアップルだと感じています。一方でね、一方でファンの盛り上がりに対して、これもまたいいも悪いもなんですが、影響を受けやすい方がいるのも事実なんです。
さっきちょっとお話ししたみたいに iPhone の3とか4あたりのアップデートって基本もこの一般的にも万人に受ける必要としていることが多かった。3、4だったかな、コピペが入ってきたのもはもっと前かみたいに、もうそういった時代ですよね。一方でも最近のもうスマートフォンってもうほぼほぼ完成されてると感じているんです。だからクリエイター向け、一部の方とか一般的な、まあ、生活している人たちとか、まあ、世代層に関しては特にそこまで必要じゃないようなことって増えてきています。ただそれって言い方を変えればもう標準機能がべらぼうに上がっているから、結果世の中のもう普段の生活の QOL は上がっていってますよね。僕が20代で初めて手にした初代 iPhone、今の20代の子たちは初めて購入するスマートフォンが iPhone15 なんだよという方がいるんです。これってすごい変化だと思います。時代は確実にこうアップデートしていってるんですよね。ただぶっちゃけ一般的に暮らしをしていく中で、仕事をしていく中で、 TwitterX でも言ってたんですけれども、正直iPhone12 とかでもいいんですよ。型落ちの中古でもいいし、 Android など選択肢って多くあります。だってね、20代の頃私 iPhone 初代買いました。はい、けど考えてみてください。使っているデバイスこそ違うけれども、やってることって意外とそんなに大きい変化ってないんですよね。動画見たりとか、YouTube 見たり、動画見たりとか、音楽聴いたりとか、ちょっとゲームしたりとか、ゲームのスペック上がってますが、やってることって実はベースって同じなんですよね。ここでもう一度あなたに質問します。あなたは iPhone15 が欲しいんですか、それとも必要なのですか。私は面倒くさいお父さんかもしれませんが、子供にねゲームとかおもちゃをねだられた時にこの質問をしています。どっち、マイクラが欲しいの、それともマイクラが必要なのって聞きますね。もし子供がマイクラ必要だって言ってきたら、なんか理由があるんでしょうね。学校で友達と一緒にやりたいからなのかもしれませんが、きっちりとその理由ですね、プレゼンしてもらいます。めんどくさい親父ですよね。で、しっかりと理由があったら買うようにしていませんが、欲しいだけやったら買わないんですよね。なぜならば衝動買いというか、こう感情先行型だから。もちろん全てをこの want と need の考え方で縛るのも良くないですよ。衝動買いによるストレスの解消ってあるし、所有することによって新しい驚きとか発見があって、クリエイティブなことができる、そういったきっかけになるという点では、全てをこれで片付けるのも良くないけども、何でもかんでも欲しいから買いたいなってやっぱり良くないと思うんですよね。だって iPhone めちゃめちゃ高いですよ。10万超えてきます。Twitter とかね、YouTube 見てると、こぞって争奪戦があって買えないんですとかね、今回できなかったんですって見てると、枯渇感ありますよね。だから自分も欲しいってなるのもちょっと怖いです。クリエイターさんは iPhone15 が必要なんですよ。欲しい方もいますけども、欲しくて必要が合致してるんです。なぜならば発売してからですよ。絶対にこれから iPhone15 おすすめアプリ出てきます。今回私買わないのでそういった企画しないんですけれども、動画として必要なんです。商売道具なんです。皆さんの。だから憧れのインフルエンサーが使っているから自分もその観点で欲しいってなると、これもちょっと違う。クリエイターと皆さんのライフワークは大きく違うからなんですね。なんで言い切れるのか。私が一応クリエイターのちょっと端くれであって、サラリーマンだからです。メインはサラリーマンしている時と K としてこれお話ししている時は、使ってる機材も考え方も脳も全部違ってくるわけですよね。だからこのガジェット系の発信、私もそうですけれども、言ってるこの内容って全てが皆様に当てはまるわけではないから、取捨選択しないといけないんですね。ね、ここでもう一度こう聞きたいんですよ。15万あれば何ができますか？どこ行けそう？あとどこ旅行とか行けそう？海外多分行けるよね。何が買える？結構自転車買えますね。何が食べれる？あと15万あったら家族4人でユニバーサルスタジオの年間パス買えるので、1年間思い出作りめちゃめちゃできますね。今もし手元に携帯あったら、この動画携帯で見てたら、そのスマホ何年使いました？まさか1年前に買い替えたのに iPhone15 買おうとしてませんよね。
あとなんか不便なことってありますか？みんな USB-C めちゃめちゃ不便って言いますけれども、本当にそんなに不便？ライトニングケーブルたかが1本あれば物事結構解決しますよね。望遠機能めっちゃいいって言うけど、自分の写真加工見直した時に1年間で望遠で動画どれぐらい撮りました、むしろ私よりも嫁さんの方が結構運動会で撮ったりしているのでズーム機能欲しいって言っていますと考えるんです。このように自問自答しています。どうですか、 iPhone 15って欲しい必要、皆さんの中ではどっちですか？この考え方、確かに面倒かもしれないけれども、車買うとか家買うとか転職するときにもすっごく大事な考え方になってくるんです。車欲しいよね、高い買い物です、今買っていいのかな、持ち家もそう、子供が赤ちゃんです、持ち家買おう、わかるけど、その数年後小学校になってきます、今買ってしまうと学区が固定される、それでいいの、受験させるってなった時に大丈夫、車かわいいよね、うちと嫁さん2人やったらちょっとレトロなこんな車欲しいよね、大人になって子供が増えてどうなりますか、みんなで家族でキャンプに行くステップワゴンの方がええってなるかもしれませんよ、みたいに時代とともに変わってきます。来年の今頃絶対言ってます、 iPhone 16、17、18同じことで盛り上がります、そこまで待たなくていいの、自問自答する、これによってやっぱり答えを出していく、これが大事なんです。この考え方って20代にできておくと30代40代めちゃめちゃいい社会人になるので意識してもらうと面白いです。ぜひコメント欄に iPhone が15がね必要だという方は必要な理由をね書いてもらえると、欲しい方たちの何かこうアドバイスになるかもしれないのでいいかもしれませんよね。はい、というわけで今日は iPhone 15をテーマにですね、物事のこの考え方、選び方について解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。いや、まあ考え方ね、この動画とかボイシーだけ聞いていただくと、まあ、どう捉えられるかは、まあ、人によって異なるのかなと思いますが、個人的にはやっぱり欲しいですよ。めちゃめちゃ魅力的やし、ガジェット好きやし、あれを使うとどんなことになるのかなと思っています。今からね、いろんな方のこの実際レビューとか見ながら、自分自身もね、テントで触ったりしながら、本当にもし K の中で iPhone 15 が必要だなと思ったら多分買うと思います。ただ現段階ではいらないんですよね。 Z フォールド4あるし、Android の方が結構使いやすいこと多かったりしてしまっているので、今のところは iPhone 15 のレビューをすることはないと思いますが、あえてまあ今回は何と言うんでしょう、 iPhone 15 の盛り上がりがあったからこそですね、こういったお父さんの秘密基地としての考え方、視点っていうのがお話できたかなと思っています。今日のこの考え方ですね、英語で言うと Why are you thinking about things になるんだと思いますが、まあ、こういった考え方が、まあ、皆様のこう物事の選び方のヒントになればとっても嬉しいです。私もガジェット大好きです。いっぱいいっぱい欲しいものがありますが、我慢しておかないとお金って減っていきますよね。そのお金の使い方一つでいろんな趣味に当てたり、家族であったり、違ったことに目を向けてみるというのも大事かもしれません。というわけで本日も YouTube ご視聴いただきありがとうございました。ボイシーも聞いていただいてありがとうございました。できるだけ噛まずに頑張って撮りました。いかがでしたでしょうか。 K 頑張ってるなと思った方はフォロー、そして高評価していただけると嬉しいです。もう一度最後に言わせて、 iPhone 15 マジで欲しい。